篠智子です。今夜のミュージックフェアは映画音楽のバラードをお楽しみいただこうと思います。お客様はテレサ・テンさん、そして河合直子さんです。ようこそおいでくださいました。こんばんは。今のね、ある愛の歌っていうのはとってもいい映画で私大好きだったんですけど、テレサさんはもちろんご覧になりました。はい、素晴らしかったです ね。もう15年も前なんですね。そう、直子ちゃんはまた知らないです。また見ますね。でも直子さんは好きなその映画とか映画音楽って言ったらどういうものがありますか？そうですね、オードリー・ヘプバーン主演のローマの休日とか、あとはティファニーで朝食をとか、あとシェルブールの雨傘なんかいいですね。古い映画多いですね。大好きなんです、ね、見るの、はい、じゃあ今日はシェルブールの雨傘をぜひ歌っていただきたいと思います、はい、そしてテレサさんはどんな映画音楽とか好きですか？はい、私ね、The Sound of Music、はい、そして通訳大好きです。今日は通訳をお願いいたします、はい。それでは2曲続けてお聴きください。